本当に使い勝手が良くていいですね。皆さんおはようございます。エンドポイントのショケケです。今日は皆さんと買い物に行こうかなと思いまして、車を走らせてる感じなんですけど、今日は4連休の3日目っていうことで、まあどこもちょっと遠くに行けないような状態が、まあ、続いてるんで、ちょっと今日ぐらいは表に出たいなと思ったんですけど、まあ、連休中はずっとこんな天気で、雨が降ってるようなそんな感じなんですけど、どうしてもちょっと直接目で見て買いたいものがありまして、今車で、そっちの方に向かってるような感じなんですけど、何を買いに行くかって言いますと、イッタラっていうガラス製品があるんですけど、ブランドですね。でそれの中でイッタラバードっていう風に言って、鳥のガラス細工があるんですけど、それをちょっと買いに行きたくて今車を走らせてるような感じです。で自分の近くだとイッタラを取り扱ってるところが2つあって、ちょっとこっち今向かってる方に行ってあるか、そのイッタラバード自体があるかどうかは分かんないんですけど、見に行きたいと思ってます。でイッタラバードって一点物のそのガラス細工みたいな感じで一点一点作ったりしてるんで、一つとして同じものがないっていうような、そういったものなんですけど、まあインターネットのオンラインショッピングとかでも買えるんですけど、そういったものなんで自分のちょっと目で見て買いたかったんで、そっちの方に今向かってるような感じなんですけど、まあいいものがあればいいなと思うんですけど、まあそもそもがそのイッタラバードがあそこの今から行くそのイッタラの店に置いてあるかどうかわからないんで、空振っちゃうかもしれないんですけど、いいものがあったら買っていきたいなと思ってます。本当に連休、これ3連休じゃない4連休で、ずっとまあドライブとかもあんまり行けないような感じなんで、まあ寂しいなとは思うんですけど、まあ天気もちょっとずっと悪いような感じで、こんな空がずっと続いてるんで、まあお盆にならないと夏空っていうのは広がらないかなっていうような感じですかね。それで場所はまあ、こっちの自分が今向かってる方は双子玉川っていうところがあるんですけど、そっちの方に行って、高島屋ですね、双子玉川の高島屋の中にイッタラの、ブランドが入ってるお店があると思うんで、そちらの方に、行きたいと思います。今川沿いを走ってるような感じなんですけど、多摩川のちょっと雑談でこの前スマホホルダーを紹介したと思うんですけど、まあ、しばらくちょっと使ってみまして、本当に使い勝手が良くていいですね。でこれ今自分はモニター代わりに使ったりしてるんですけど、前もスマホホルダーとか使ったりしてチェックしてたりした時はあったんですけど、どうしても充電とか、まあ、USB とか挿さないでやってたんで、電池の減りが消耗が激しくて、少し
ずっとこういう風に動画っていうかあのモニターみたいな感じで使っちゃってるとすぐあの電池がなくなっちゃったりしたんですけど、あのこれ Qi が内蔵されてるんで、あのずっとあの給電しながら、モニターが見れるんで、バッテリーがなくなるっていう心配は多分ないと思うんですよね。給電とあのヘリっていうかヘリの方が多ければあの徐々になくなっていって最後はあの、まあ、画面が消えちゃうような感じになっちゃうと思うんですけど、あの普通給電してる時は多分その給電の電気で賄えるんじゃないかなと思うんで、あのこうやってモニター代わりに使えるのはいいですね。それと合わせてあの今までその撮った動画っていうのはあのもうあのどうしようもないんですけど、あの自分も前に紹介したあのワイヤレス GO っていう、まあ、マイクですね、まあ、これをつけたことによってあの音合わせの必要がなくなったんで、まあなんて言うんですかね、これからのその動画編集が劇的にあの早くなるっていう風になると思うんで、まあ、もう少しあの効率よく動画を上げていきたいなっていうふうには思います。それではここの駐車場に入れますかね。ここの駐車場はちょっと初めてなんで自分も勝手がよくわかんないんですけど、この辺にしますか。それではここはあのライズっていうところのあの駐車場なんですけど、こちらの方から高島屋の方に歩いていきたいと思います。それでまあここからあの GoPro 使うような感じなんで、ちょっと多分高島屋の中は撮れないかもしれないですけど、極力動画をあの撮っていこうと思うんで、よろしくお願いします。それでは車から降りて歩いていきたいと思います。駅はこっちです ね、 多分ね。これ今自分マスクしてるんですけど、マスクしてると口の動きがわからないので、なんかそれはいいところかなっていうふうに思うんですけどね。ここはあの自分も買い物でたまに来たりするんですけど、ちょっと久しぶりに来ましたね。もう少しあの人が少ないかなと思ったんですけど、意外とやっぱり人が多いですね。そういえばさっき雨がバラバラと降ったんですけど、傘持ってくの忘れちゃいました。いやそれにしてもあの温度が上がってそれで室
度が高いんで、蒸し暑いですね。ちょっとここから先は動画を一旦止めたいと思います。皆さん引き続きこんにちは。今イッタラのお店の方に行ってきまして、イッタラバードの方を買うことができたんで、良かったかなっていうふうに思います。で、どんなものかっていうとこちらですね。まあこんなような形で入ってるんですけど、まあいろいろそのガラス細工の鳥がある中で、自分が欲しい色がありまして、それ帰ったら一つは開けてみたいと思いますんで、最後にその動画をつけたいと思います。それではこれから自宅の方に帰りたいと思いますね。よし、皆さん今駐車場の方を出てきまして、今家の方に帰ってるんですけど、目的のものを変えたんで、今日はこっちの方に足運んでよかったかなっていうふうに思います。まあ、全然関係ないんですけど、この今ドリンクホルダーなんですけど、これ今ペットボトルタイプですけど、これちょっとペットボトルの外形っていうかがちょっと普通のやつよりもちっちゃいんですけど、これは何にも干渉しないですね。なんでまあ普通にこういうふうにドリンクホルダーも使えますし、こういうふうに携帯も置けるんで、まあ便利かなっていうふうには思います。いや今日は本当は洗車をしたんですけど、また雨に濡れちゃって、まあ梅雨時期っていうのは本当に洗車をしてもキリがないですね。まあ、自分はちょっと帰って今日動画がアップできればこれから編集してあげようと思うんですけど、皆さんには最後イッタラバードっていうものがどんなものかっていうのを、さっきデパートっていうか高島屋のところで GoPro の映像をもしかしたら出してるかもしれないんですけど、帰ったら中を開けてみるんで、それを皆さんに見てもらって、それでこの動画は終わりたいと思います。まあこんな感じで今日は本当に付き合っていただいたみたいな、そんな感じなんですけど、こんな感じの動画もちょびちょび上げておこうと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、場面を切り替えたいと思います。こんばんは、エンドポイントのショケゲです。この前イッタラのお店で、バードの方を買ってきたんですけど、ガラス製品ですね。
でまだ開封してないんで、これから開封していきたいと思います。それで買ったものなんですけど、こんな感じですね。ピント合ってますかね。ちょっと自分じゃ見にくいんですけど、こちらの方を買ってきたんで、これから開けていきたいと思います。まあ、これプレゼント用みたいな形で両方ともっていうか2つ買ったんですけど、包んでもらったんですけど、まあ、こっちの方は自宅用なんで包まなくてもよかったんですけど、せっかくなんで、包んでもらったような感じですね。袋と紙はちょっとこっちの方に置いといて、まあ、こんな感じのやつですね。で中をちょっと開けていこうと思うんですけど、やっぱりガラス製品なんでこれ厳重に包まれてますね。ちょっともう尻尾が見えてるような感じなんですけど、ちょっと待ってくださいね。こちらの方ですね。映ってますかね。これあれなんですよね、ちょっとピントがちょっと探してるような感じになっちゃってるんですけど、まあ、自分はまあ、このバードの製品っていろいろあるんですけど、この赤いやつっていうのは一番安い方のバードなんですけど、自分的にはこの色のバードが欲しかったんで、ちょうど良かったですね。で、まあ、この他にピンク色のやつもあるんですけど、最初これを聞いた時に赤いやつが1羽しかないっていうことだったんで、じゃあピンクと赤と1種類ずつ買おうかなと思ったんですけど、結局両方とも赤いやつが2個あったんで、2つ、買いました。でこれ今夜だからあれなんですけど、昼間に太陽が当たったりすると結構キラキラして綺麗なんですよね。でこれがちょっと少し前から欲しかったんで、やっと買えてよかったかなっていうふうに思います。なかなかこれガラス製品なんでピントがちょっとオートにしてると探してるような感じになっちゃうんですけど、まあ変えてよかったかなっていうふうに思います。でまあこんな感じで自分もいろいろ買い物したりとかしてるんで、まあ完全に自分の趣味みたいな感じになっちゃいますけど、こういったものも車の動画と一緒に紹介していければなと思いますんで、たまにこういった形で自分が買い物した時の動画みたいなのを上げていきたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのショケケでした。